今一番悩んでいることを、50歳の自分は何してますか。うわー、かなりビビ。え、月に1回しか食べない。不安の方が多いしゃ、あと何をお願いするかな。好きな都道府県はどこですか。千葉県、地元だから。海がある、田舎、ピーナッツ、優しい。千葉県民は全員優しい。優しい。最近のスマホはどこのブランドですか。グヌー。なんか跳ねる。好きな番号を嫌いなの。1881、1番だし、無限のマークだし、エースナンバー。4が嫌い。朝起きて女になってたら最初に何します。全身見る。まずどこ見ますか。父。いやー、東京以外に住みたいと思う都市はどこですか。 LA、 晴れてるから。アイスは1日最高何個持っていられるか。5個。でも朝は何個。8時か9時。夜は大体何時ぐらい。4時。どうだろう、睡眠4時間。4時間から5時間。昨日の夜は何食べてた。カツサンドのカツだけ。ポジティブ派、ネガティブ派。ポジティブ派。幽霊は信じる。信じる。見たことある。ない。怖いと思わない。怖いと思う。絶対お墓の周りはあるから。かなり飲むとどうなります。寝る。お酒での失敗あります。ないです。家着いたら玄関で寝てることはある。突然可愛い子に LINE 交換してと言われたら。しないです。貯められてると思う。もしタイムマシンがあったらいつの時代に行きたい。中3、受験失敗してるから。まあ言いたい。大丈夫だよ、落ちちゃう。毎日食べていいと思う。グラタン。いや今食べてないけど本当は毎日食べたい。好きなお寿司のネタは。ウニ。サウナは何分まで耐えるんですか。10分。3セット。6、8、10。水風呂間何分くらい。1分。パソコンは不得意。不得意、触れないです。右脳派、左脳派。分かんない、どっちだろう。どっちも分かんない。右脳が何なのか。右脳が感性。あー、感性。左、真ん中、右の3つのボタンがありますよ。どのボタンを押しますか。真ん中。最後の段差は何か。グラタン。どこのグラタンが好きとかありますか。え、マカロニ、チキン、チーズ。あとはいらないかも。自分の持っている好きな小物を3つ教えて。時計、ネックレス、ピアス。ピアスはいろんなピアスつけてるけど、ピアスつけないと落ち着かない。新しくピアスを開ける予定みたいなのあるんですか。ないです。痛いに嫌だ。もう嫌だ。ワンピースで撮れる自分は誰か。エース。どんなところが。勝手に走って死ぬとこ。昨日振られた人を慰めてください。大丈夫だよ、他にも女子いるから。よく行くラーメン屋教えて。割と池尻。豚骨つけ麺。月に1回しか食べない。日本人以外に何人生まれたい。アメリカ人。楽しそうだ。本格はヒレハロー。ヒレ。初体験は15。あー15じゃないや、16だ。その時の彼女。経験人数は3人ぐらいかな。欲しいけど手が出せないもの。車。次買うとしたらなんか。フェラーリ。ちゃんと戻したい。自分の欠点は。記憶力が弱いと思う。明日死ぬとしたら何する。旅行。海行く。今だったら沖縄で。女性に言われて一番傷ついたことは。本気かどうかわからない。僕が好きっていうのが伝わらない。彼女に着てほしい冷凍服は。ワンピース。派手じゃないやつ。ギャル派、清楚派。清楚派。学生の時にやっておけばよかったということは。英語。50歳の自分は何してますか。会長。50歳の自分に言ったことは。会長、これからも頑張ってください。カラオケで女の子に歌ってほしい歌は。いや、カラオケ行かねえかわかんねえんだよな。アムロ。自分の好きな体のパーツは。赤髪。好きな女優は。楽器。真面目そうで明るい人。いいにお願いをするとしたら。まずお願いを増やして。あと何をお願いするかな。家族を守って。全然ない。そう、割とそう。彼女の浮気が発覚したら別れる。今一番悩んでるところ。コロナ。経営していく中でこれがいつまで続いてどううちが耐えしのぐか。仕事のこと以外じゃ悩まないな。あなたにとって男らしさは何。決断力。あと結果かな。愛とお金どっちが大切。両方。どっちか。愛。スタッフにしてもそうだし、恋人にしてもそうだし、愛があるから頑張れるから。そしたらお金は勝手についてくるんで、愛の方が大事かな。OK です。しゃ。どうでした、やってみて。不安の方が多いな。明るくなれたらいいな、もうちょっと。ポジティブなんだけど、根はネガティブ。もともとはネガティブだからね。まあ、ネガティブだった時の方が失敗してて、ポジティブになってから成功してるから、多分ネガティブじゃない人はいないと思うんだけど、ポジティブ変換できるようになった人が多分成功する。